yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。ここ数年デザイン性の高さからガジェット開発を騒がしているナッシングっていうね会社は皆さんも知ってると思うんですけども、そこからですね最新作ナッシングフォーン2ですね、ナッシングが作る新しいスマートフォン、これがね僕の元にも届きましたので、今日はねこれを開封しながらですね簡単にどんなスマホか皆さんとね一緒にこう見ていこうと思います。ナッシングの製品は本当にいいんですよ。見たり触るとあこれ使いたくなっちゃうなっていうね不思議な魔力のあるね製品なので、皆さんにもそれを体験してもらおうと思います。はい、こちらが届いたフォーン2のパッケージですね。前作と同じでかなりね薄いなんか CD のねアルバムみたいな感じで届いたねパッケージになってます。結構スマホのね箱ってこうね縦に長かったりするんですけど、これ珍しいですよね。でまあナッシングね製品の、まあ、特徴でもあるんですけど、これねパッケージ開けるとき、こんな感じベリベリベリっとねパッケージ破んなきゃいけないんですよね。まあでもなんかこれすごいもったいないんだけど、まあでもだからこそこう開封した感があるというかね、こう覚悟を決めるような感じでこれ毎回ねベリベリっと剥がしてます。ちょっといきます。はい、いやーこれねこれは完全にやっちゃったわ。ごめんなさいナッシングさん、ハサミで開けます。こんな感じで端っこを開けて取り出していきます。あのめちゃめちゃミスっちゃいましたけど、まあ、1回ね開けたら元に戻せないっていうのもねこのナッシングの、まあ、儚さというかね、いいところでもあると思います。はい、では開けていきましょう。こちらがフォーン2の本体ですね。本体の他には、ここケーブルですね。ナッシングオリジナルのケーブルだ、 USB-C のケーブルなんですけど、ここがクリアなパーツになっててかっこいいですね。あとこれ SIM ピンか、クリアな持ち手がついた SIM ピンがねついてます。いやこういうこだわりさすがだよな。じゃあこちら開けていきましょうかね。ここにね、ちょっとした英語でねメッセージが書いてあります。サステナビリティ的なことがね、書いてますね。この包装紙一個一個のねアイコンとかがもうかっこいいんだよな。はい、こちらがイヤー2の本体ですね。いやーもうなんといってもねこの背面ですよね、この後ろのね、この筐体の中身が見える、クリアなボディですね。これがやっぱりねもうアイコニックですし、まあ、かっこいいなと思いますし、まあ、普通にね見せるだけじゃなくてこう中をねこう見せてかっこよくなるようなこの、基板の配置とか基板のパーツをねしっかり組んでるんですよね。いやめちゃめちゃかっこいいな。僕は今回ダークグレーというねモデルを送ってもらったんですけど、まあ、前回ブラックっぽい感じだったんですけど、このグレーになったことによってね、まあ、よりこの、基板の感じですね、中に何が入ってるかっていうのは、まあ、見やすくなったんじゃないかなと思います。前作と変わった点で言うと、これ表面のね仕上げですね、このエッジの部分がちょっとね丸みを帯びていますね。まあ、触った時に手触りがだいぶ良くなってます。このね手のひらに当たるところがだいぶね優しくなってますね。前作のねこの角張ったカクッとしたねデザインも好きだったんですけど、ちょっとねこの辺がね丸くなってます。側面の素材は多分これアルミだと思うんですけども、この辺の質感に関してはもう iPhone と変わらないですね。まあ、後でも話すんですけど、このフォーン2ですねめっちゃ安いんですよ。安いんですけど、今ね一番高いスマホといっても過言ではない iPhone とね同じぐらいの持った時のこう高級感というかこういいものだなっていう感覚は、ありますね。値段は安いけど決して質感には妥協してないと思います。じゃあ充電しつつ、電源入れてみますか。起動してない状態でケーブルつないであげるとこんな感じで、ね、ドットのインジケーターで、残りの、ね、残量が表示されます。この辺のデザインかわいいな。初期設定の画面も世界観出てていいですね。一応これ言語で日本語を選べるんですけど、ナッシングはね英語で使った方がやっぱりねかっこいいなと思ってるので、ちょっとこのまま、イングリッシュでいこうと思います。フォーン2は画面内指紋認証にもねこれは対応してます。昔のスマホでいうホームボタンがあった位置にねポンポンと押してあげるとこんな感じでね、指紋を読み取ってくれますね。なんだかんだ指紋認証あるとね便利なんですよね。基本的にはシステムは Android なんですけれども、まあ、こういったね、まあ、見せ方だったりとかこうね、フォントの質感とかねそういったところでやっぱりオリジナリティをね出してきてます。でナッシング OS ね 2.0 から、こういった形でウィジェットですね、この機能が充実しました。あとはこのグリフインターフェースですね、後でお見せするんですけど、背面の、このライト LED のところもカスタマイズが可能になってます。
はい、こんな感じでね、セットアップが完了したナッシングのホーム画面がこちらですね。もうこの時点で良くないですか。これでもうね、ナッシング使いたいなって思っちゃうぐらいかっこいいホーム画面ですよね。これは天気のアプリですね。今この中目黒の、天気ですね、32度で、晴れのち曇りぐらいの感じかなっていうのを表してくれてます。全てがこのミニマルなアイコンで表現されてるのがすごいですよね。この風速とかこれ湿度か紫外線とかこういったところをこのね、アイコンで表現してくれてます。他にも Google フォトとか Google のカレンダーとかですね、そういったものをこんな感じでね、ウィジェットっぽい感じで表情してくれます。ここ Google プレイのところね、この通知のアイコン出てるんですけど、これもね控えめでいいですよね。こういった、アイコンとかねウィジェットに関してはこう長押しからね設定することができて、こんな感じでねこうナッシングの、ウィジェットこうやって選んでね、配置をすることができます。見た目もいいし操作感もねすごくヌルヌルしてて、使ってて気持ちいいですね。かなりやっぱデバイスとしてはよくできてるなと思います。あとアプリだとこのレコーダーとかね、これめちゃめちゃ可愛くないですか。こんな感じでちゃんとこのテープのね、巻くやつが回ってるような感じでね、今の状況っていうのを表してくれてます。いやこのねレトロなんだけどちょっとミニマルなアイコン最高ですね。前作からの進化したポイントで言うとこのグリフインターフェースですね、この背面の LED があるんですけども、これのね、数がね増えてます。細かくね分かれていて、そのカスタムがね可能になってますってものですね。このフリップトゥーグリフっていうやつオンにしてあげると、こうやってねスマホを伏せてあげるとこのね、グリフの LED が点滅して、これでサイレントモードになる機能だったりとか、このグリフタイマーって機能これもね面白いんですよ。こんな感じで、タイマーセットしてあげるとこのね残りの時間をこのねインジケーターで表してくれます。ちょっと分かりやすいように15秒とかねそれぐらいで設定しましょうか。こんな感じでじわじわじわっとねこう光が、なくなっていって、ここまで行ったら、時間終了っていうものですね。この遊び心気持ちいいな。ポモドーロとかね、ちょっと15分とか30分集中したいみたいな時にスマホをね触りたくない人はこのね機能すごくいいんじゃないかなと思います。あとはボリュームインジケーターですね、ここの先ほどのね LED を使って、この今の現在の設定の音量ですね、今どれぐらいの音の大きさになってるのかっていうのをこの視覚でね把握することができます。いやめちゃめちゃおしゃれ。あとはこんな感じで USB-C で、ケーブルつないであげると、これね充電の今の、ね、量ですね、どれぐらいかっていうのを、先ほどのねエフェクトでこうやって表現してくれます。ちなみに、これはですねこの前面でも同じで、こうやって、カチッとつけてあげるとこうブワーンとね、ちょっとしたエフェクトがかかって充電されてることがねわかるんですよ。いやこの近未来的なねエフェクトたまんないです。このグリフインターフェースね、新しく追加された機能の中ですごく面白いのは、これですね、コンポーザーっていうものが追加されて、自分でオリジナルのですねこのパターンとの作ることができるんですね。ここにねこんな感じでパッドがあって、これを押すと連動しているところが光って、このパターンをね記録できるっていうものですね。ボタンは全部で5つですね。この5つのボタンから選んでね作ります。このね赤いボタンを押すとレコーディングが始まるみたいですね。どうかな、これとかいいんじゃない、これいいね。本当に適当にやっただけなんですけど、こんな感じでね、自分だけの、音楽、光のパターンっていうのを作ることができます。他にもねこれここにねモダンっていうのがあるんですけど、いろいろねこれ音色選ぶことができますね。このウィービルっていうのが、こうちょっとねこの打楽器っぽい感じですね、ポコポコした音で、この606ってやつはこれドラムセットですね。シンバルとかね、タムとかの音が鳴らせるっていうものですね。これも使いこなせればすごいおしゃれなんじゃないでしょうか。これもちょっとおしゃれなね、感じがして楽しいですね。いやこれちょっと保存しておこうかな。でこれ BRRR ビアって読むのかな、これちょっと見てみると、これもっとポコポコした音色ですね。よりデジタル感がね強い音色に、ね、なってるんじゃないかなと思います。で、これ最後ダンね、これはシンセっぽい感じですね。シンセサイザーの音色をね表しているような感じ。さっきコンポーザーで作ったパターンは、このねリングトーンのところから設定をすれば、着信とかね、何か特定のアプリで通知が来た時に、発動させることができますね。さっき作った、こういったパターンとか、あとはね、こっちのパターンですね、
こういった複数のパターンを自分で作って保存しておいて使えるっていうものになってます。いやこれはまたね愛着が湧くよね。この高いデザイン性に加えてこのちょっとした作る喜びみたいなところを提供してくれるのも嬉しいですよね。こういうところからデザインにねやっぱりハマっていく人が多いんだと思います。あと他に面白い機能としては、今これ動画のね録画中なんですけれども、この録画中はですね、この裏面の、ここですね、インターフェースの、ここの部分、小さなインジケーターが赤く点滅してます。これによって、動画をね撮影している時でもちゃんと回ってるかどうかっていうのを確認することができるんです。これも可愛い遊び心。Phone 2からはカメラの性能も強化されて、非常にねこれも綺麗ですね。パキッとしたね綺麗な描写で、ね、撮ることができますし、この、ね、撮影した時のねこの音もね可愛いんですよね。このピコンっていう音がナッシングらしさをねより感じさせますよね。本当にね抜かりがない。このナッシングフォン2見てもらった通り個性的なデザインで非常にこう使いやすくてすごくいいスマホなんですけども、またねもう一つすごいのがこれ価格ですね。めちゃめちゃ安いです。一応参考までに今出てる iPhone14 がいくらかというと119,800円からで、同じサイズ感の iPhone14 プラスだと134,800円っていうね金額でね今売られてるんですね。でそれに対してこちらいくらかというと79,800円からこれ買うことができます。これちょっと衝撃ですよね。マジで本当に8年前ぐらいのスマホの感覚ですね。それぐらいの価格で買うことができるね一台になってます。しかもね他の製品以上にこうね内部の設計とか独自のパーツ使ってるのにこの価格ですからね。いやこれはマジで評価されるべきだなと思いますね。でちなみに僕が今使ってるこのダークグレーね、これが79,800円からで、ホワイトだと99,800円からですね。だいぶこの価格でカラーがまた変わってくるみたいです。まあ、それでもね iPhone より安いんですけど、まあ、そんなねナッシングフォン2ね、これ正直僕ねもうこれ本当にメインスマホにしたいぐらい、あのメインで使いたいぐらいめちゃめちゃねいいスマホだと思うんですけど、まあちょっとねやっぱりそこねできない踏み切れないね理由っていうのが一つ、まあこれ前作からそうなんですけどありまして、日本ではですねこれお財布携帯に対応しておりません。あの NFC はついてるんですよ、この非接触のタッチの、ね、機能はついてるんですけど、お財布携帯、まあ、フェリカみたいなところが日本の独自規格なんですね。なので日本だと使えないサービスが、ね、非常に多いです。まあ、電子決済とかあとはこう、ね、交通系のサービスとかね、そういったところでこれを使うことができないんですよ。本当にスマホとしては素晴らしいんですけど、まあ、今ねスマホって半分もお財布みたいなものでもあったりするので、まあ、それがね使えないというのは非常に痛いなと思いますね。まあ、どうにかね何かこうスマートウォッチとか他の電子決済機能をあの別のところに持たせて、まあ、これをね使うっていうことはね、まあ、あり得るかなと思うんですけど、まあ、日本でちょっと流行りづらいのはねそこが大きなねポイントかなと思います。まあ、ここね背面ねやっぱクリアにしてる分、まあ、無駄なねやっぱりこうモジュールとか載せちゃうと、まあ、目立っちゃうなっていうのも分かるので、ここはもう独自規格をね採用しちゃって、まあ、日本が悪いとしか言いようがないですね。きっと世界的にはねめちゃめちゃ支持されるすごくね売れる一台になると思うんですけど、まあ、日本だとねちょっとだけ使いづらいかなっていうのは正直ね、あるところですね。はい、そんな感じでね今回はこのフォン2ですね、ナッシングの新しいスマホ、めちゃめちゃかっこいいスマホ、これをね、レビューさせていただきました。まあ、簡単にね開封してちょっと触っただけなんですけれども、もうちょっとね面白い機能とかあったらねまたねご報告したいなと思います。もうこれね今月から発売始まるみたいなので詳しい情報は概要欄の方に書いておきます。はい、こんな感じでねこのチャンネルモノグラフではこういったガジェットの話とかインテリアの話とかよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのホチでした。バイバーイ。